さて、夕方のルーティーンです。夕方のルーティーンじゃねえわ。今から夕方の見回りに行きますけど。はい。みたらしちゃんを撫でるところから始まってます。今回、この動画。にゃーん。泣きなさい。あー、甘えん坊だね、今日は。ね。ね、気持ちいいね。今日は甘えん坊。ちょっと涼しくなったもんね。うん。猫はあったかい方がいいのかな。動画デビューだ。超かわいい。みたらしちゃんのファンがどんどん増えちゃいますね。ですね。私以上のファンはいないんですけどね。みたらしちゃんのファンは。それでいいよ。やださん、なんか推しが人気が出てきたみたいな、そういう複雑な心境。そうよ、そういうもんよ。悲しいよ。ダメだぞ、誰これ、構わずホイホイついてっちゃ本当に、未遂にされちゃう。いなくなったんですね、連れて帰りたいですね。うーん、野田でしょっつって連れて帰っちゃう。野田じゃありません。うちの招き猫です。なんなら俺の唾が半分かかってます。あ、というかそう、うちの従業員の猫になる予定の猫なんです。そうなんですよね、はい、なので皆さん、かわいがるのはいいですけど、残念ながら、はい、かわいくてもお持ち帰りはダメですね。風はある。さて、ちょっとあります。夕方の日な、4月、はい、何日だ。4月の12日夕方の日な行きます。はい、空気は少しひんやりしてます。先ほどまで雨が降っていたようです。あ、重いな。うん、くっつかれてるんだ。はい、雨降ると門が硬くなる。あ、雨降ると門硬くならない。あ、そう、そうです。すんごい硬かった今。なんかが変わるか。たまになんかシェイコーみたいなのを塗るの、クレ556みたいな。ああ塗るとすごく滑りが良くなります。あれ、ココド君が CM やってるやつでしょ。あ、そう、ぴったりだね。ちゃんちゃんに鈴葉さん。さて、はい、じゃあ一周回るか。またはい、風すごいね。ね、あ、あんなところ取れるかな。あら、ど真ん中に、ね、ちょっとね。あそこはヌズ院長は何もできない、うん、まあ一周回ってから頑張りましょうか。はい、松之助。いや、はい、小松菜はないんだな。フラッタリングしてる人は、うん、何なの、発情期。そう、発情中。もう卵を産む準備ができてるとか、そういう話。あ、そうですね。あとはオスを受け入れる準備ができている。なるほど。あれ、スプラ君は何歳なの。若いよね。スプラ君めちゃくちゃ若いですね。まだ1歳どころか一番若いよね。あー、でも1歳になりそうなぐらいかな。10ヶ月、11ヶ月になるぐらいです。はい、今日は珍しく卵があまりない、はい、うん、
な感じで過ごしてるんですよ、みんな。ないですね。任せる。なんかダチョウは巣も作らず卵ポンポン産むんですねっていうコメントがさっきあったよ。ああ、ここにあるのを見つけてしまいました。よいしょ、はい、目がいい。僕がこの間おじいちゃんに見ないでしょって言われたじゃん。朝はね、取っといてくれてるから。こういう言えんよ。失礼します。あるの？ほんとだ。梅も巣を取んないで。ほんとだ、あった。ごめんね、お巣が抱いてなくてラッキーですね。めっちゃ怒られそう。はい、さあ、あ、すごいな。さあ、セミを捕まえるときと同じだ。ガッとやってポケットに入れちゃう。それか、すくっちゃう。社長さん、はい、あ、そうね、壁理論。あ、ナイス。よし、はいはい。あ、申し訳ない。いや、俺が取ればよかった。いえいえいえ。はい。よし、でかい。はい。今のバージョンはあんまり取ったことなかったかも。ないね。うん。たまにこう、屋根じゃないとこに産んじゃう。そんな。よく見つけられたね。え、でもなんかここの鳥さんたちの巣がなんかそこみたいなんだよね。オスが座ってるところ。あ、そうなんだ。たまにあっちにも屋根下にもありますけど。はい、どうも。はい、どうも。カカカカ言わないで。はい、ここが巣らしいです。なぜかそう、屋根下の方が絶対いいのに。なんででしょう。社長にとってのいい巣の場所が違うみたい。日当たりを重視する人たちなのかも。あ、ダチョウたちなのかも。人でいいよ。もうこの際人でいいよ。はい。はい。です。あ、問題の。なんか一番長いやつ使えばいけそうだ。緑色？緑色、うん。はい、問題の。なんであんなとこに産んだんでしょうかの卵。ほぼ中央。ちょうどど真ん中に。ど真ん中だ。嫌がらせも嫌がらせだろう。あれどこが近いかな。まあ四角だから直線が行けるのが一番、ね、あ、君蹴ってくれる人じゃないの。あ、こっからが近そう。ここなら届くね、あの卵。蹴ってきてよね。2回ぐらい言うこと聞いてくれたでしょ。今日の君はちょっと顔が一段と汚れてるけど大丈夫かい？てて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 ラスベイダーですか？セルフ BGM。 よし、いけー、波。いける。あ、いけるね。あ、余裕余裕。すごいすごい。さすが。やったー。気持ちいいね。あ、あ、こんな手伝ってくれてもいいんだよ。そうだよ、最後シュート。さあ、来ましたね。あとは鍵でいけます。ですね。ああ。ごめん、オス。ごめんね。下がるかな。大丈夫だと思う、こいつらは。よいしょ。
あ、なんとすごいとこにはまってしまった。ごめんね。申し訳ないダチョウたち。ごめんね、カカは言わないで。よし。はい。ももちゃんがお片付けしてる間に撮りましょう。ね、ごめんね。撮るよ。浅くになるよ。失礼します。はい、どうも、図についてちょっと、ここの坂がちょっと取りづらい。はい、取れました。はい、取れましたね。便利ですね、この木の棒。 ありがとうございます。はい、いえ、こちらこそありがとうございます。よいしょ。コニタンがやれよってコメントが来そうで怖いですね。え、そんなことは、ごめんね。なんか今日、こいつ、やけに覚えてない。本当だ。え、何をしたんですか。覚えてるだけだよね。別に血が滲んでるわけじゃないよ、ね、じゃない。あとすごいなんか、あれだね、赤くなってきましたね。顔といい、足といい。そうね、通常期だね。でもまだこの人は蹴らないからさ。うん、蹴らない。ね、いや、中も最初は、最初はどうかと思ったけどさ。そうそうそう、女の子が強かったね。寄らないでちょうだい。そう、来んなよってね。まあ今ではそのとおり。そうね、仲いいですね。天気もだんだん、うん、持ちこたえてきた。え、そう。よし、ではぐるっと行ってメスの方行って帰ってこようか。そうしよう。あったー。早いな。ある。いや、こんな感じで毎日毎日ね、あの卵をねゲットできるわけなんですよ、皆さん。え、すごいすごい。決して見て見て。そう、あ、すごい。え、すごいね。頑張るね、君たち。皆さん、見てください。なんと、やらせじゃないですか。なんということでしょう。巣の中に卵が2つ。このメス2羽がそれぞれ1個です。ごめんね、違うんだよ。警戒してる。あ、メスが逃げた。違うんだよ。ね、卵を守ろうとするのが分かるよ。なんかよく卵守んないんでしょとかさ、卵産んだことも忘れてるんじゃないのみたいなこと言われるけど、絶対にそんなことはないよ。うーん、そうね。あ、今まさに世話をしない。見られてると緊張しちゃうんですかね。たまに世話してる。コロコロしてるよね。そうそうそう、オスとメスで。だから忘れてるってことはない。ないし、お姉さんが取ろうとしたら取ろうとしたらちゃんとついてきて。ね、そう、くちばしでこう返せよみたいなね。返してくるよね。ごめんね、ダチョウたち。いただきますよ、卵は。はい、ごめんね。どうか踏まないでくれ。もう踏まれたら一発で折れちゃうから。このオスはちょっとレッドの毛があります。あ、すごい、ダブルドリー。ちょっと欲張りじゃない。あ、でもちょっと重さに耐えきれないや。これ学校ってさ、そっちに行っちゃいそうね。お、怖っ。網にするかな。どうしよう。あ、こっちから。こっちではなくて、そう、あっちね、コニタンの方から行きます。踏んだぞ。え、今パキッつった。そんな。あ、ごめん、自転車邪魔だったね。あ、全然。あ、あ、押す、動かないで。動かないで。踏むなって。ごめんなさいね、本当に。いいよ。そう、ダチョウは後ずさりはできないのですよ。よいしょ。考えましたね。そうだね。あっちに落ちないように。さて、
パキッといったけど大丈夫かな。こっちっぽかったけどね。大丈夫かもね。さすがはダチョウの卵。うん、こっちも無傷、綺麗ですね。着替えたぐらいじゃ大丈夫か。うん。素晴らしい強度。爪が当たっただけかな。あ、そうかも。待て、すごいですね。すごい。すごい絵面だ。え？ダブルです。午前中は1個。1個だけ。この頃やっぱりいいね。さすが4月。夏に向けて。毎年なんかそう4月とかが多い一番。え、そうなんだ。そう。ピークは？あ、ピーク4、5、6ぐらいだと思います。だそうですよ皆さん。年によっては3とかね。なるほど。うん。はい皆さん。ダチョウの卵。欲しい方はショップまたは楽天。そう、今いっぱいありますよ。たくさんあるんですよ。そう、ぜひあのそうですね、あのコロナが終わってマスクも取れましたしね、バーベキューやら何やらで使ってみてはいかがでしょうか。ごめん、いいでしょう。さて、サバコがはい、ここはヒナですね。あれ、目の前にはショーンと。ショーンかな。よいしょ。ショーン。じゃあね、あ、うん。夏、まだ夏っぽいから大丈夫だな。そうだね。待って。最後はスプラの元に行って、私あそこポチッとしてくるので先に行っててください。はい、はい、ともちゃんは倉庫のね、倉庫のシャッターを閉めてきます。はい、雨が降るかもしれないと。風が強かったんかな。風が強かったみたい。これ今日大掃除したんですよ。そう、水洗いしてさ。いろいろ水洗いしたりしたんですよ。ちゃってた。そう。今日もう雨降んないかな。多分降らない。